ミカサノミヤの子供たち。皆さんこんにちは。今回はミカサノミヤ高人親王とユリコヒの5人のお子様方をご紹介します。高人親王は大正天皇と帝名皇后の四男、昭和天皇の末の弟。ユリコヒの両親は旧河内丹南藩の最後の藩主高木正義の息子の高木正成子爵と、昭和天皇の侍従長を務めた入江助政の姉の孫邦子です。母邦子は母が大正天皇の実母の柳原成子の兄佐紀光の娘なので、高人親王と百合子妃はまたいとこの関係になります。さて、三笠宮家の三男二女はどういった方々なのでしょうか。最後までご視聴くださいね。長女近衛安子。安子内親王は昭和19年生まれで、現在は肺炎となった精神女子学院幼稚園から学習院初等科、学習院女子中等科、同女子高等科を経て学習院大学文学部イギリス文学科に入学し、在学中の昭和41年に近衛忠輝氏と結婚し、その後に卒業しています。昭和45年に長男忠弘氏を出産。昭和46年から昭和60年の間の大半は夫の転勤に伴ってスイスのジュネーブ市に滞在し、帰国後は日本赤十字社副総裁、学習院女子部の同窓会常盤会の会長も務めました。また平成10年には長野オリンピック選手村名誉村長を務めたこともあります。実は帝名皇后に可愛がられた。祖母の帝名皇后は長男である昭和天皇のお子様たちについてはご自分の孫として可愛がるのに遠慮があったということで、三笠宮家のお孫さんは遠慮なく可愛がれる存在だったのです。そういうことで安子内親王と友人親王は帝名皇后に可愛がられて、よく大宮御所に遊びに行き、馬場がありったけのいたずらを教えてあげましょうと羽根つきやままごとをして遊んでもらったということです。また百合子妃は帝名皇后は孫たちが遊びに来た時にお昼に何を食べたかなどをきちんと母の百合子妃に伝達し、孫たちの夕飯と重ならないようにという気遣いをされる方だったと述懐されています。おば様たちの勧める方とご結婚。近衛忠輝氏は日本赤十字社に入社してすぐの頃に秩父宮節子妃が良い人がいると忠輝氏を見初めて高松宮菊子妃に伝え、菊子妃は百合子妃に伝えました。そして3人が揃ってボランティアで日本赤十字社を訪れた時、忠輝氏に会い気に入ったそうです。百合子妃はもう少しよく知りたいと思ったので、忠輝氏のおじいちゃまの森達様が私の生家の父と無二の親友でいらしたために、忠輝さんのお父様の森貞様やおば様の中島敏子さんと親しくお付き合いがあり、近衛家とは古くからの親戚で、忠輝さんのおばあ様の近衛千代子様とも親しかったという菊子妃が仲立ちして、百合子妃付き添いで安子内親王はお見合いをしたのですね。二人はその後交際してお互いの気持ちを確かめた上でご婚約効果となりました。百合子妃と安子内親王は可愛がっていただいた帝名皇后に何を置いても真っ先にご報告を申し上げなければと、婚約決定後2人で卵寮に参拝されたということです。華麗な姻戚関係。夫の近衛忠輝氏は旧熊本藩主細川森貞公爵と近衛文麿の次女義子の次男で、兄は細川森弘元首相です。近衛家は近衛文麿の長男の文隆がシベリア抑留中に亡くなり、次男道隆は庶子だったので、外孫の忠輝氏が昭和40年に祖母である文隆夫人政子の養子となって近衛家本家を継ぎました。近衛家は言うまでもなく御設家の一つですが、天皇の王子が養子に入った家のため、嫡子の元服の際には天皇から諱の一字を拝領する習慣があったなど、かなり皇室に近い名家だったのです。現在は安子内親王と忠輝氏の長男忠弘氏は宮内庁式部職として宮中歌会始めで小氏を務め、光順皇后の弟の久国宮浅明王の次男の国浅隆氏の長女恵子夫人と結婚して2男1女が生まれています。それもあってか忠輝氏は自分たちは特別な家柄という発言もされるようです。普通の家庭に入るしつけをされた。父高人親王は放任主義で学級生活が主だったので、子供たちのしつけは百合子妃が行いました。そして百合子妃は安子内親王を学校へ電車で通い、デパートの買い物もできるようにして
質素な食事や服装で普通のサラリーマンの家庭に自然に入れるように育てたということです。安子内親王は学習院女子中高等科の同窓会の時和会の会長を務めていた頃はいつも隙のないヘアスタイルとファッションでバスツアーに同行、学内のチャリティーバザーでは上品な宮中言葉で自ら呼び込みをするなど活発な活動だったそうです。長男智仁親王、智仁親王は昭和21年1月神奈川県葉山町の三笠宮御家宮所で誕生し、精神女子学院幼稚園、学習院初等科、学習院中高等科を経て学習院大学法学部政治学科へ入学。昭和43年に学習院大学を卒業後は昭和45年8月までの2年半イギリスのオックスフォード大学モードリンコレッジに留学しました。留学は父の高仁親王と義叔母の秩父宮妃の勧めで、モードリンコレッジは尊敬する叔父秩父宮康仁親王が在籍した学寮で叔父の後を追ったということです。福祉活動、国際親善などに尽力。智仁親王はオックスフォード大学で学位を取得せずに帰国し、昭和45年から2年間札幌市に住み、札幌オリンピック組織委員会事務局職員として勤務しました。また昭和50年には沖縄国際海洋博覧会世界海洋性少年大会事務局に勤務しました。さらには叔父の高松の宮信人親王の影響で早くから障害者福祉やスポーツ振興などに積極的に取り組みました。宮城県仙台市にあるキリスト教バプテスト系の筋ジストロフィー障害者福祉施設の社会福祉法人ありのまま社の運営などにも関与し、障害者のスポーツを通じての社会参加のために指導に当たったり、講演や叙述を行って啓発に努めたということです。そしてイギリス留学をきっかけに国際親善にも強い関心を持って日英協会名誉総裁などを務め、諸外国との交際にも意欲的だったのです。麻生信子とご成婚。智仁親王は皇族の独身記録を作るとしていましたが、34歳の昭和55年11月に友人の麻生太郎の妹信子とご成婚、翌年に長女秋子女王、昭和55年10月に次女陽子女王が誕生しました。信子妃とは、信子妃は昭和30年4月麻生セメント会長の麻生孝吉と吉田茂の長女和子夫妻の三女として誕生。小等幼稚園から精神女子学院初等科、中等科を経てイギリスのランカシャーのインデペンデントスクールロスリンハウスコレッジを卒業。結婚前は小等幼稚園に英語講師として勤めていました。信子妃は昭和47年2月16歳の時に当時26歳の智仁親王に求婚されましたが、当時はまだ高校生だったので反対され、8年後に成婚したということです。なお祖父吉田茂の妻で祖母の幸子は昭和天皇の側近で内大臣などを務めた牧野信明伯爵の娘で、牧野信明は維新の三傑の一人大久保利通の次男なので、信子妃は大久保利通の夜叉子になります。皇族離脱宣言。智仁親王は昭和57年に皇族としての制約の多さに耐えかねたとして皇籍離脱発言をして世間を騒がせました。これについて昭和天皇は記者会見で、国民の皇室に対する期待がどのようなものなのかを十分に把握して、その期待に沿うように努力するように望むと述べたということです。智仁親王は皇室行事などにも一切出席せず、信子妃が単独で出席するようになりました。昭和天皇は信子妃の父の麻生孝吉氏に、信子はよくやっていますと声をかけたという話が伝わっています。公務の謝礼が国会で問題視。平成7年智仁親王は競輪競艇などの大会に名義貸しをし、毎年1000万円近くの謝礼を受けたことが国会で問題視されました。これについて当時の藤森宮内庁長官は、宮家で使う金ではなく公共のために寄付するご意向だったと説明したということです。信子妃と別居。智仁親王は1990年代からがん、アルコール依存症などの闘病生活になりました。最初の頃は信子妃が智仁親王のために得意の料理で1日6食を作り闘病生活を支えたのですが、平成16年の夏頃から別居状態になりました。信子妃は更年期障害と胃潰瘍という診断で軽井沢の姉の別荘で2年の間静養後、引きこもりや入退院を繰り返し、
平成20年12月にはストレス性喘息で慶応病院に1年ほど入院。また慶応病院に殿人親王が入院した時は同じ病院にいたくないと退院したほどで、義父の高人親王ももう離婚しかないのかと嘆く有様だったそうです。そして平成21年10月には信子妃は赤坂の三笠宮邸に戻らず、千代田区内の旧宮内庁長官公邸で療養目的の別居生活を続けたのです。不和の原因は殿人親王が手術後の朦朧とした意識で別の女性の名前を呼んだ、または信子妃に対して結婚当初から DV を行っていたという噂もあり、殿人親王は信子は持参金を持ってこなかったというのが不満だったと漏らした話もあるということです。癌などの闘病生活の末に皇居、殿人親王は舌の付け根、首のリンパ節、喉など16回の癌の手術を経験しましたが、平成24年6月多臓器不全のため66歳で皇居しました。なお2人の女王方は父の殿人親王側についていたために、殿人親王の皇居直前に信子妃は見舞いを拒否され、臨終の際も儀式も対面させてもらえなかったということです。殿人親王は父の高人親王がご存命中に皇居されたため、殿人親王家は廃止となり、信子妃、明子女王、陽子女王は現在は百合子妃が当主の三笠宮家の一員となっています。逸話、宮邸が火事のあと仮住居で誕生。殿人親王が生まれる前に三笠宮邸が火事で焼失しました。母百合子妃は2歳の安子内親王と逃げつつ、火事を見るとあざのある子が生まれるという迷信を信じていたために必死で火事を見ないようにしたのですが、殿人親王が生まれた時あざができていないかということだけが心配だったそうです。そして生まれた殿人親王はつるっとした肌でほっとしたと回想したということです。税金で暮らしているとの暴言を吐かれたが友人に救われた。弟の義人親王は同級生による税金泥棒などの暴言から立ち直れなかったのですが、殿人親王もやはり同級生に同じ暴言を吐かれた経験があるそうです。しかし殿人親王の代わりに友人が三笠になんてことを言うんだと言い返してくれたために、友人のありがたさが身に染みたということで友人を大事にするようになったと述懐しています。喫煙、飲酒は未成年から。殿人親王は父高人親王が放任主義で勉強をしろと言われたことがないのをこれ幸いと勉強もせずに、高校生になるとチンピラのように振る舞い、高校1年生あたりからタバコを吸い、飲酒に至ってはさらに若い頃から始めていたとテレビ出演して告白したということです。明治天皇に似ているとひげを生やす。殿人親王は学習院高等科時代応援団に入部して3年時に団長を務めたのですが、応援団での威厳をつけるためひげを生やしました。2年時に鼻の下だけ、3年時に顎ひげも伸ばし始めたということです。またイギリス留学中の昭和45年1月の24歳の誕生日にロンドンの駐英日本大使公邸で仮装パーティーを開催。明治天皇に似ているから大元帥服を着ろと友人に促されて、帝国陸軍騎兵将校だった父高人親王に騎兵将校の軍服を送ってもらってきたところ、日本の一部新聞が批判的に報じたという話もあります。人身事故で免許を返上。昭和41年1月成年式を行った殿人親王は9月にオートバイを跳ねて相手に重傷を負わせました。人身事故を起こした場合、自動車の運転をやめると母の百合子妃と約束していたので運転免許証を返納したということです。マスコミでの発言多数。殿人親王は各地で講演活動からテレビのトーク番組やラジオなどへの出演、新聞雑誌などでの著述活動にも積極的で、エッセイなどをまとめた著書も複数出版しています。徹子の部屋に出演時、黒柳徹子に宮内庁では番組について何と言っていたのかと尋ねられて、別にもう諦めてるんでしょうな、俺のことについてはと答えたということです。がん治療費が膨大だった。殿人親王はがんにかかり何度も手術し入退院を繰り返しましたが、皇族は保険が効かないために実費を払っていたそうです。殿人親王によれば
宮内庁は気の毒に思ったのか、次回から費用を出してくれたということです。女系天皇に明確に反対。寛仁親王は女系天皇に明確に反対し、旧皇族の皇籍復帰などを求める意見をたびたび発言。2000年以上の歴史と伝統を平成の御代でいとも簡単に変更していいのかと、女系天皇を容認する意見を批判し、万世一系125代の天子様の高騰が貴重な理由は、神話の時代の初代神武天皇から連綿として一度の例外もなく男系で続いてきているという厳然たる事実と主張したのです。男系継承を維持するための方法としては、昭和20年に皇籍離脱した旧皇族の皇籍復帰と、女性皇族に旧皇族から養子を取り皇位継承権を与えて、廃絶した秩父宮や高松宮の妻子を旧皇族に継承させて宮家を再興するというものでした。また平成18年1月に雑誌文藝春秋2月号のインタビューで、小泉純一郎首相や有識者会議が、女系天皇容認の方針なのは当時の明仁天皇の内を受けてのことではないのかという噂について、ご本人に直接確認してはいないが、あの慎み深い陛下が女系天皇や長子優先継承に賛成なさるはずはない、噂は事実無根の憶測だろうと天皇の真意を忖度しています。次男桂宮義仁親王。義仁親王は昭和23年2月に誕生。学習院初等科、中等科、高等科、そして昭和46年に学習院大学法学部政治学科を卒業後は、オーストラリア国立大学大学院に2年間留学しました。昭和49年、1974年から昭和60年まで NHK に嘱託で勤務し、オーストラリアに留学したことから日豪協会総裁になり、他にも日本ニュージーランド協会などの総裁を務めました。義仁親王は兄寛仁親王や弟宣仁親王と違い、ほとんど公の場に姿を現すことはなかったのですが、少年時代は学業優秀でスポーツも得意。ビートルズが好きでバンドを結成し、国産のスポーツカーに乗り F1 レースなど詳しかったということです。また叔父の高松の宮信仁親王を強く敬慕していたこともあり、高松の宮の没後に大日本農会、大日本山林会、日本工芸会、日本執行協会の各総裁を受け継ぎ、表彰をはじめとした各行事に臨席していました。39歳で結婚せずに独立して宮家を創設。義仁親王は昭和63年1月1日に昭和天皇から桂宮の称号を与えられて、未婚のままお印の桂を取って桂宮家を設立しました。宮号はお印の桂にちなんだもので、かつての四親王家の一つの旧桂宮家とは無関係とされています。義仁親王は、皇族が結婚することは苦しむ人間を一人増やすことだから自分は結婚しないという選択をしました。急性硬膜下血腫で車椅子生活に。義仁親王は桂宮として独立した半年後、風邪で療養中、職員がベッド脇に倒れているのを発見。右顔面、右肩、腰に打撲があり、病院に緊急搬送されて手術を受けました。病名は急性硬膜下血腫で、3ヶ月の昏睡状態の後に右目視力を喪失、記憶障害、右半身の麻痺などの後遺症でリハビリ生活となり、約3年後に車椅子で公務に復帰しました。そして平成26年1月、高熱で東京大学医学部附属病院に1ヶ月入院後、発熱などで入退院を繰り返し、6月8日急性心不全で66歳で皇居。義仁親王の皇居で三笠宮孝仁親王と百合子妃の3人の男子全員が皇居して、三笠宮家の男系断絶が確定したのです。桂宮家は1周年祭の儀とその2日後の権舎の儀を経て断絶しました。逸話、税金泥棒の暴言から立ち直れなかった。学習院初等科3年生の頃、同級生に税金泥棒、税金で生活しているくせにと心ない言葉をかけられたが、反論できずに深く傷つき立ち直れなかったということです。この1950年代はまだ戦後の混乱期で、皇室の存続が不安定だった上に子沢山で宮家としての財産もなく、父孝仁親王は学者一筋のため、経済的にも社会的にも
一般人と同じく窮乏生活を送っていました。そのために義人親王は皇族としてのアイデンティティを維持できなかったということなんですね。兄の友人親王の場合のように、それを聞いた友達が代わりに怒ってくれたらよかったのにと思います。晩年に事実婚、義人親王は40歳で倒れて、急性硬膜下血腫の手術後障害が残ってリハビリ生活となりましたが、その後の生活を支えたのが義人親王の学生時代の恋人であった女性でした。この女性は別の男性と結婚しましたが、離婚した後に女官として義人親王のそばに付き添い、海外しい介護のおかげで義人親王が車椅子に乗れるまで回復したことが報道されました。正式結婚されてはという記者の質問に、姉の安子内親王が正式に結婚すれば彼女は妃殿下として公務をしなければならず、弟の側についていられなくなるので今のままがいいと答えていたということです。なおネット上では隠し子もいるという噂もありますが、定かではありません。質素で宮邸新築も遠慮。元側近たちは義人親王の性格について明るくざっくばらん、質素だったと今でも人柄を忍ぶほどだということです。義人親王は桂宮という新宮家で独立したものの、巨額の経費がかかる宮邸の新築は遠慮して、最後まで東京都千代田区三番町の手狭な宮内庁分室に住み続け、20年近く車椅子での闘病リハビリの生活をしつつ、福祉関係の公務に特に心を注ぎ、障害者スポーツ大会や高齢者施設で人々を励まし続けたということです。次女千雅子、雅子内親王は昭和26年10月に誕生、小東幼稚園、学習院初等科、学習院女子中等科、同高等科を経て学習院大学法学部法学科に入学しましたが、3年修了後にスイスの全寮制の学校で学び、後にパリに移ってソルボンヌ大学で学びました。帰国後は学習院大学法学部に復学して、卒業後は長兄友人親王が主催する博報会などでフランス語の講師を行ったりと、皇族内でも語学堪能のため皇室内の外国交際の際は重宝されたということです。昭和58年10月に裏千家十五代家元保雲斎戦争室の長男で7歳年下の座防斎戦争氏と結婚し、2男1女を設けました。平成14年、夫の家元襲名に伴って第16代目家元夫人となり、茶道浦千家炭鉱会副理事長、国際茶道文化協会会長などといった浦千家と茶道関連の法人の要職に就任しています。逸話、高価裏話。婚約のニュースを知り、スイスまたはフランス留学中に知り合った男性が日本に追いかけてきたなどで、母より子人岐阜戦争室が突出して解決したと報じられたことがあります。また浦千家に税務署の査察が入る直前に雅子内親王との婚約発表というタイミングだったという噂があり、今後は浦千家は永遠に査察は行われないだろうと報じられていました。さらに浦千家は上京するたびに各宮家への付け届けが大変で、雅子にお金がかかってとぼやいているとか、皇族と旧皇族の親睦会の菊英会のメンバーたちは浦千家が皇族との関係を宣伝に使うのではないかと眉を潜めているとか、浦千家のお弟子さんたちは降下した雅子内親王と接してこれなら安心安心と総称夫人として受け入れたとか、戦争師がこれからは準皇族ということでとか、我が家もやんごとない家柄ですのでといったなどの記事が出たということです。三男、高円宮憲人親王。憲人親王は昭和29年12月に誕生し、小東幼稚園、学習院初等科、学習院中等科を経て学習院高等科時代は写真部に所属したほどで、写真撮影が趣味だったということです。そして昭和53年学院大学法学部を卒業後3年間カナダのクイーンズ大学に留学し、帰国後は国際交流基金で嘱託となって一般職員同様に勤務していました。鳥取久子とご成婚。昭和59年に父高人親王が総裁を務めた第31回国際アジア北アフリカ人文科学会議で通訳助手を務めた鳥取久子女王、うちの憲人にどうだろうと気に入り引き合わせたという出会いでした。憲人親王は交際の後に1歳年上の鳥取久子に英語でプロポーズ。
その後皇室会議で承認されて、12月6日に結婚の儀、婚儀と同日に高円宮家が創設され、継子女王、典子女王、綾子女王の三女に恵まれました。久子妃とは、高円宮久子妃は昭和28年7月鳥取茂次郎文子夫妻の長女として誕生。精神女子学院附属幼稚園に入園後、父がアメリカの三井物産転勤となって一家で渡米。ニューヨーク郊外に転居してママロネックスクールに入学しました。帰国後に精神女子学院初等科中等科を卒業し、父が欧州三井物産ロンドン支店次長となったために、一家で渡英してノースヨークシャーのメアリーグラマー女子修道院校からケンブリッジ大学ガートンカレッジに入学し、中国学、人類学、考古学を学んで昭和50年に卒業。日本に帰国して翻訳会社に勤務しましたが、法律を学ぶために渡英して昭和57年に帰国しました。なお久子妃の曽祖母と帝名皇后はいとこなので、同縁関係になるということです。サッカーワールドカップ日韓開催に尽力。典仁親王は特にサッカーの振興発展に尽力し、昭和62年から日本サッカー協会の名誉総裁を務め、平成14年5月末にサッカーワールドカップ日韓大会の開催で大韓民国を公式訪問し、開会式にも出席しました。皇族の大韓民国公式訪問は太平洋戦争後初めてだったということで、開催期間中19試合を観戦しました。なお韓国最後の皇太子尹李雅子夫人の葬儀に参列するために、秩父宮妃摂子、高松宮信仁親王、同妃菊子、三笠宮隆仁親王、同妃百合子、友仁親王が韓国を訪問したのは公式訪問ではないということです。若くして皇居。典仁親王は平成14年11月にカナダ大使館にてスカッシュの練習を行っていた最中に心室細動による心不全で倒れ、慶応義塾大学病院に搬送されたのですが、すでに心肺停止の状態で蘇生措置が取られたものの、夜半に容体が悪化し、久子妃の同意を得て人工心肺装置を取り外し、48歳で崩御しました。高円宮家は久子妃が当主となり、典仁親王が取り組んでいた役職の多くは久子妃に引き継がれました。逸話、宮郷の由来。高円宮の宮郷は昭和天皇から賜ったもので、父の三笠宮の宮郷の由来の奈良県奈良市の三笠山付近にある高円山からとなっています。赤ちゃんの頃、常年膜過敏症だった。典仁親王は赤ちゃんの頃はお乳を飲むと腸が痛くなる常年膜過敏症で、お乳を飲み終わるのに1時間以上かかる上に大泣きし、体重がなかなか増えないという手がかかるお子様だったということです。ロイヤル焼きそば。古い皇室ファンは、典仁親王が中学か高校生の頃、友人を宮邸に招待したら、お昼に焼きそばが振る舞われ、友人が、ロイヤル焼きそばだね、と冗談で言うと、典仁親王は、そうだね、これは母が作ったものだから、と言われたという話を、どこかの記事で読んだということです。久子妃と内緒話は英語、普通語で、典仁親王夫妻は、英語とフランス語がペラペラだったので、お子さん方や移動中の運転手らに聞かれたくない話を英語やフランス語で行ったということです。あるパーティーで同席した某芸能人の方の前でもフランス語で2人で会話されたので、この芸能人が疎外感でいっぱいになったという話もあるそうです。皇室のスポーツマンを辞任。典仁親王は皇位継承順位が最下位であるため、皇族としては傍流を辞任してマスコミなどに登場しても普通に常識的な発言をされていたということです。また三笠宮家の上のお子様方は昭和時代には親世代に習い反美智子的な立場を取っていましたが、典仁親王は抜歯のためかあまり影響を受けず、久子妃と共に昭和時代当時の皇太子ご一家とは一緒にテニスをプレーするなど親しいお付き合いをされていました。三笠宮隆仁親王ご夫妻は秩父宮高松の宮の2人の兄にはお子様方が生まれなかったにもかかわらず、三男二女という多くのお子様方に恵まれました。高仁親王が学者気質で財産がなく、また放任主義を辞任していたために、戦後の休暴期に百合子妃は大変な苦労をして5人のお子様方を育てられたのは有名です。そのためかお子様方は
それぞれ個性的に成長し、そのうちの4人の結婚相手は見事なまでにバックに資産を持っておられる方ばかりと言われたものです。しかし末広がりと思われた三笠宮家も、高人親王ご自身が100歳の長寿を全うされたのに、3人の親王方には全て先立たれ、残された孫世代は女王方ばかりで、三笠宮家も将来的に断絶が決定しています。歴史学者であった高人親王、長男とも人親王が女系天皇には反対の立場を表明し、旧皇族からの養子や旧宮家復活案を挙げていたのは、やはり三笠宮家の行く末をも考慮されたことであったのではないでしょうか。多くの子供が生まれても代々子孫が続くのは難しい、何か皇室にとって象徴的な意味を感じてなりません。